皆さんこんにちは、カズラブチャンネルです。さあ、いよいよ日本でもリリースとなりましたアバター2なんですけれども、実際飛ばしてみてカズラボなりのレビュー動画をやっていきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。まずこの機体なんですけれども、この合成がねすごくしっかりしてる印象です。もうガッチガチです。これ構造を簡単に見てみると、下のフレームがあって、もうその上はボディが来て、フープも来ています。まあ、これほんとシンプルな構造になっていて、まあ、よくよく見るとこのボディ側とフープ側をこう合わせてるようなつなぎ目はあるんですが、ここ基本的にこうボディとつながっている構造なので、本当にね頑丈で、こうやってもたわむことがないぐらいガッチガチにできています。このフープがあるっていうのがやっぱり安心感があるというか、まあもし最悪ぶつかったとしても怪我することはないような構造になっていて、しかも頑丈です。それがこのやっぱりアバター2の素晴らしいとこじゃないか。まあフープ機全体がそのようになってるんですけども、通常のフープ機大体同じぐらいのサイズ感のフープ機で見てみると、まあこういった構造になっていて、やっぱこれはですね、まあ安全ではもちろんあるんですが、ちょっとここまでのね強度はない。強度で言うと DJI のアバター2の方がしっかりできているように思います。こういう FPV のドローンはかなり集中して操作しないと、思わぬ方向に自分がミスっちゃったりすることがあるので、まあ、この頑丈さは非常に利点だと思います。 DJI FPV の時もそうだったんですが、やはりこの N モード S モードがついてるっていうのは非常に良いです。これまで Mavic とかのシリーズと全く同じような状態の機体の飛び方をするので、初めて FPV をやるという方も安心して飛行することができると思います。でさらにここ一時停止ボタンですね、この一時停止ボタンもついてるので、危ない怖いと思った瞬間にこれを押せば機体はそこでビタッと止まってくれます。でさらにですね、この一時停止ボタンを押して、まあ、カメラの設定の変更だったりとか、そういったことができるっていうのも普通の FPV の機体ではありえない操作なので、これがまた非常に便利です。アバター2はこの後ろ側にもセンサーがついたということで、非常に安心なんじゃないかと思います。FPV ドローンはまっすぐ前に向かってゴーグルをつけて飛ばすわけですから、後ろっていうのは全く見れない状態です。でも何かしらバックするような状況も N モード、S モードだとあると思うんですが、下側はアバター1でもついてましたが、アバター2では後ろ側にセンサーがつきました。これも非常に安全という意味では安心なんじゃないでしょうか。ゴーグルの右側をタップすると、ピクチャーインピクチャーが起動します。ゴーグル内の映像はこのようになっています。ピクチャーインピクチャーの映像こんな感じです。見えてますかね。少しちょっと全体の画角まで入ってないかもですが、今スマホを突っ込んで撮っています。一瞬外を見てみたいなという時にゴーグルを外さなくても、こういった形で外部の映像を見ることができます。これって機体が見えてれば目視外にならないんですかね。皆さんどう思います？ゴーグルについてはこれだけコンパクトになっています。映像が綺麗なのはもちろんなんですが、伝送距離が 2.4GHz 帯でなんと 13km ということで、とんでもない距離届くようになっています。先日地下まで移動する映像があったと思うんですけれども、その時も電波3本立ってました。なので多少の障害物があっても途切れたりするようなことはなさそうです。 DJI FPV の時は結構山の裏とか、ちょっとした建物の裏に行くだけで映像が乱れたり、下手したら伝送が途切れたりしてたんですけれども、その心配がなさそうです。どちらかというと Mavic シリーズ、Air シリーズ、そういった距離感に近いんじゃないんでしょうか。これまで FPV 機を飛ばすには 5.8 体なので、無線免許を最低取る必要がありましたし、それから業務化するなら JUTM の会員にならないといけない、そして業務化申請をして開局をしないといけないなど、いろいろハードルがあったんですが、2.4GHz 帯になったということで、そのような手続きが一切いらず、しかもお仕事がそのまますることもできます。なので気軽にですね FPV を飛ばすことができるっていうのは DJI すごいもの出しちゃったなと。あと 2.4GHz だからといって遅延がかなり少ないので、その辺も安心だと思います。
それからバージョン2の時はバッテリーとケーブルが別で用意しないといけなかったのが、これがもう一体化されました。ここがバッテリーになっているので、無駄なケーブル、そういったものが一切ないという意味でも非常に楽です。ゴーグルのバッテリーの持ちも非常に良くなっているので、多分バージョン2より倍ぐらい長持ちしてるんじゃないかなという印象です。まあそれは小型化したことによって液晶が小さいので、中の液晶が小さいのでバッテリーの持ちが良くなってるんじゃないかと思います。ここで一つなんですが、このゴーグルをこれから夏に向かってすごい暑くなって日差しが強くなると思いますが、必ずこのレンズを下に向けて持つようにしてください。もし間違って太陽に向かってこっち側見せてしまうと、このレンズを通って液晶が焼けてしまいます。もうそれだけは絶対に注意してください。この機体のバッテリーもですね、非常に良くて、通常このサイズのフープ機の飛行時間といえばだいたい5分前後じゃないかなと思うんですけど、15分は余裕で飛ばせるので、正直パイロット側がもうバテてしまいます。休憩入れようかなというくらい疲れるので、まあ十分たった15分と思うんですが、実際飛ばしてみるとなかなかお腹いっぱいになります。送信機3に関しては持ち時間10時間っていう仕様になってますが、もう減ることないです。使いまくっても全然減ることないです。新しくなったこの O4 のカメラなんですけど、画質はもう十分綺麗です。これまでフープ機といえばこのカメラ自体の画質がまあ微妙で、さらにこの上に GoPro とか乗せて飛ばしていた方多いと思うんですけど、もうその必要ないんじゃないかなと思います。カメラのチルトについても驚いたんですが、なんとほぼほぼ真上を向いてしまいます。ということで、これまでなかったような撮影が可能にもなります。でロックステディ 3.0 も非常に滑らかに撮れますので、これまで GoPro で撮ってたようなあのヌルヌルの感じですね、それがもう再現できてるんじゃないかと思います。ジャイロフローでもスタビ制御することできますが、一応その時の設定はカメラの画角を広角に設定して EIS をオフにする、そのデータをジャイロフローへ取り込めばジャイロデータが記録されているのでスタビをかけることが可能です。ただカメラのプロファイルが入っててなくてですね、ちょっと今探してる段階で変な歪み方とかなるので、まあそれが誰かしらアップしてくれれば扱えるようになるんじゃないでしょうか。記録自体は D-Log M で記録できるので、アバター1は D シネだったと思うんですけど、アバター2になって D-Log M で記録できるようになってるので、ラットを当てることができます。で10ビットなので、まあカラーもですね豊富に記録されていて、カラコレカラグレ、自分の好みに仕上げることができます。 DJIのサイトの方に純正のラットが無料配布されているので、そちらでダウンロードしてそのラットを当てるだけで鮮やかな映像になるので、そちらも試してみてください。そして46ギガ内蔵にもなってますので、最悪 SD カードを忘れたとしても、バッテリー多分3本分は 4K で撮影しても記録できるんじゃないかと思います。まあ、SD カードスロットはここにありますが、ストレージも46ギガ内蔵になっています。そこも非常に助かります。このコンボセットに付属しているバッグなんですが、液体がここに収納できて、バッテリー3本ここに入ります。そしてゴーグルはここになっていて、ここにモーションコントローラーを入れるようになっているんですが、送信機をここに入れて、でモーションコントローラーこの上の方に入れると収納することができます。これ非常に使い勝手が今回のバッグはいいんじゃないかと思います。あえて言うならやはりコスト面ですかね。これだけまあ信頼度が高い機体ではあるんですが、まあ FPV ドローンをちょっとやってみたいなという気持ちで始めるような価格ではないような気がします。ただ 5.8 体の FPV ドローンを始めるとなると、免許も必要だったり開局もしないといけないだったり、いろんな手間もかかりますし、その面考えるとまあコストは高いけどしょうがないのかなという気もします。あとまずですね、その飛ばすにあたっては最低、まあ、どんな FPV ドローンを飛ばそうとしてもこれ必要になってくると思うんですが、 100g 以上の機体はまず国交省に登録しないといけない。ゴーグルをつけて飛ばすのでピクチャーインピクチャーついてますが、目視外飛行申請は必要になってきます。そして国交省の目視外飛行包括で撮った際は飛行通報をまず事前に行わないといけなくなります。それから飛行後は飛行に火をつけないといけないという手間も出てきます。目視外飛行などする際
合は補助者をつけないといけないっていうのが飛行マニュアルに書いてあります。なので本来は一人で飛ばすことができないということにもなりますね。だそういった部分、まあ、多少手間かかったりとかするんですけど、そこまでしてでも飛ばしたいかというと飛ばしたいんです。DJI FPV では機体が大きくてかなり広いところじゃないと楽しめなかったんですが、この機体だと、まあ、例えば運動場ぐらいの広場とか、それぐらい、まあ、ちょっとした公園とか、それくらいのサイズ感の場所でも楽しめるんじゃないかと思います。そしてこのフープがね、すっごい頑丈なフープがついていることで安心ではないでしょうか。 DJI FPV は、まあ、そもそもガードはついていません。オプションでは売っていますが、まあ、この機体は最初からこのフープがついていて非常に頑丈、かなり硬いですという意味でも安心ではないでしょうか。やはり FPV をやりたかったけどこれまでハードル高くてやれなかったって、そういう方々にはもう最高の FPV マシンだと思います。通常の FPV でいうと機体のバッテリーのケーブルやゴーグル側のバッテリーのケーブル、そういったものがとにかくなくてシンプル、もう機体とゴーグルと送信機、その3つを持っていくだけで飛ばすことができるというのは非常に楽です。ということで今回はアバター2のファーストインプレッション、まあ個人的な感想にはなりますが、いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。